今回は呪術廻戦のあのキャラを解説していくぜ。お願いします。どっち？私は金の味方だよ。金に換えられないものに価値はないからね。何せ金に換えられないんだから。さあみんな、本丸だよ。私のために死んでくれるかい？ということで今回解説するのは呪術廻戦の登場人物、メイメイだぜ。変わった名前ね。ということで解説していくぜ。メイメイ、呪術廻戦の登場人物で個人で活動してるフリーの一級術師だぜ。ちなみに偽名で本名不明だぜ。金以外のしがらみは理解できない。金に換えられないものに価値はないというほどのものすごい視線度であり、金を積まれると大体何でも引き受けるぜ。裏を返せば見合った額の金を払わないと仕事を引き受けてくれないぜ。お金に汚いというより、貯金というゲームを楽しんでいるらしいぜ。とにかく金を集めることにこだわってるみたいね。株や為替の取引もしているようだな。また、雇用関係といった人の潜在的な価値を何よりも重要視してるぜ。たとえ敵が命乞いをしてきてもそういった問いに返答できなければ躊躇なく始末する冷酷な一面も持ち合わせているぜ。ただし金のためとはいえ、呪術師の範囲から外れた仕事はしないらしいぜ。まあ、それをやってしまうと呪詛師の仲間入りなのでさすがにそこまではやらないんだろうぜ。それでも法外な額の金を要求するらしいがな。呪術廻戦はメイメイに限らず、視線度なキャラが多い気がするわ。また、五条封印に焦ったり、渋谷事変の惨状を重く受け止め、なんだかんだで少な、賢弱討伐に協力してるあたり、最低限の正義感は持ち合わせてるようだぜ。まあ、少なや賢弱が好き勝手やってしまうと金儲けができなくなってしまうというのも理由かもしれんがな。金を集めるのが何よりも好きらしく、五条からいたどりたちの一級術師推薦のためだけに1000万円渡された時は一目も気にせずに高笑いしていたぜ。メイメイは渋谷事変が終わった後、海外で亡命してそのまま日本をほったらかしにするのかと思ったら普通に協力してたわね。東京校と京都校の交流戦では所属フリーの中立の立場として試合の中継役を担っていたが、京都校から買収され、虎杖の周辺映像は見えにくくしていたらしいぜ。ただ、虎杖のことは察して興味がなかったのか特に虎杖のことを言及してなかったぜ。どころか後の渋谷事変では虎杖と協力してる上に十分一級と素直に虎杖の実力を評価してるぜ。ちなみに番外編では小銭を落とした音に反応し、呼び出されていたぜ。どんだけ金にがめついのよ。初登場は交流会編で試合状況を映す役として登場したぜ。以降もたびたび重要な場面で登場してるぜ。また、単行本12巻の表紙はなんと全裸で口に金を加えてるメイメイだったりするぜ。ちなみに見た目が真人っぽかったので真人と間違える人が続出したぜ。登場頻度が多い上に単行本の表紙になってるあたり、作者はメイメイがお気に入りであることがわかり、実際ファンブックで作者はメイメイは気に入ってる方と言ってたぜ。まあ、能力が便利というのも大きいかもしれんが。でも確かにメイメイは初登場以来ずっと何らかの形で登場してるわよね。ここからはウイウイについて解説していくぜ。ウイウイはメイメイの実の弟であり、姉のメイメイを溺愛してる超絶シスコンだぜ。名前からなんとなく察しがつくと思うがメイメイ同様偽名だぜ。メイメイの視線度な性格を理解した上で溺愛してるちょっとした変わり者で姉のためなら死ねると言えるほどだぜ。戦闘ではメイメイのサポート役に徹し、自らがおとりにされることも厭わないぜ。姉を否定する者は誰であろうと許さず、虎杖がメイメイに反論した時はブチギレてたぜ。シスコン度合いがすごすぎる。姉の所有物でありたいという願望込みで、姉に許可を受けないと術式が使えないという縛りを自らに課し、術式を強化しているぜ。基本的にメイメイのサポートに徹しており、彼のサポートがあることでメイメイは進化を発揮するぜ。名称は不明だが、ワープする聖徳術式を持ってるらしく、この術式を使ってその場から脱出することができるぜ。日本から海外まで高飛びできるほど範囲が広いぜ。下等から逃げてマレーシアのクアラルンプールに行ってたけど、あれはウイウイの術式によるものだったのね。他にも進化下流の管理領域も使用可能だぜ。これにより、領域展開の必中効果を中和することができるぜ。メイメイ本人は領域対策を持たないが、ウイウイがそれを補ってるぜ。徹底してウイウイはメイメイのサポートに徹してるぜ。総じて逃げ、サポートスキルが高く、メイメイにとっては貴重なサポーターだぜ。逆にメイメイはウイウイがいないと領域対策がないのよね。ここからはメイメイの主な対人関係について話していくぜ。お願いします。ウイウイとの関係は良好で、基本的に共に行動してるぜ。ウイウイはさっきも言ったが、メイメイを溺愛してるぜ。メイメイはウイウイの能力が役に立つということで重宝してるぜ。だが、交流会編や呪術廻戦ゼロではウイウイは連れてなかったぜ。
両方ともウイウイを連れて行く必要はないと判断したから連れて行かなかったのかもな。また、ウイウイはメイメイのカラスの餌やりも担当してるようだぜ。お互い信頼し合ってることが伺えるぜ。メイメイとウイウイ名前が似てるからややこしいわ。五条のことは非常に高く評価しており、五条一人で日本中の人間を殺せると評するほどだぜ。それゆえに五条が封印された時は顔にこそ出してなかったが焦ってたぜ。また、五条が学生の時からメイメイは彼と顔見知りだったりするぜ。五条はメイメイのことを強いと素直に評価してるぜ。学生時代とはいえ、あの五条がここまで強いと評価するのはかなり珍しかったりするぜ。メイメイは相当高い実力があることがわかるわね。下等のことは高く買っていたらしいぜ。というか、メイメイは五条よりも下等に期待していたらしいぜ。まあ、メイメイの発言はかなりうさんくさいのでどこまで本当かはわからないがな。メイメイ曰く、五条くんより下等くんを買っていた。ニヒルな笑みもチャーミングだったとのことだぜ。まあ、下等は呪霊操術でメイメイが黒鳥操術と、二人とも操作系の術式であるため、シンパシーを感じてたのかもしれないぜ。ああ、確かにメイメイと下等って術式の系統は同じね。イタドリのことは高く評価しており、渋谷事変で任務を共にした時は十分一級と評していたぜ。イタドリは宿儺の器だがメイメイは特に気にしておらず、交流会編で学願寺に協力してたのも金を積まれたからだぜ。イタドリの修行を手伝ってる描写も確認でき、割とイタドリと関わることが多いぜ。確かに意外とイタドリと関わることが多いわよね。歌姫とは過去に任務で同行したことがあるぜ。また、イタドリを評価するとき、草壁の名前を出しており、草壁とも関わりがある様子だぜ。てかメイメイは基本的に他人を君付けで呼ぶんだが、草壁は呼び捨てであるため、それなりに来やすい関係なのかもしれないぜ。また、メイメイは渋谷事変にてすでに死亡してるメカ丸に金を要求したことがあるぜ。東堂とは卓球に興じている描写があったぜ。金関係で動いてることが多いからか、人脈はそれなりにある様子だぜ。メイメイの主な対人関係はこんな感じかしらね。ということでここからは彼女の能力を解説していくぜ。お願いします。カラスを操る術式、黒鳥操術の使い手だぜ。だが、カラスを操る術式ゆえに戦闘向けではなく、そのためメイメイは身長ほどもある束の長い扇風を使用した近接戦闘を得意とするぜ。術式が直接戦闘には向かない能力だったため、努力を重ねてフィジカルを鍛え上げ、それでもなお壁に当たったことで己の術式と改めて向き合うことで一級術師に昇格した過去を持つぜ。巨大な小野田が戦闘ではぐんぐん振り回すことができるぜ。めいめい、お前もゴリラか。本編では大量の改造人間を倒しており、映画の呪術廻戦ゼロでも大量の呪霊を倒してるぜ。ちなみに彼女は映画では倒した呪霊の数を数えており、その分だけ報酬を踏んだくろうと考えていたらしいぜ。おそらく、術式を使わずに体術だけでも一級に近い実力があると思われるぜ。小野はおそらくメイメイの呪力によって呪具化してると思われるぜ。見かけによらず予想外のゴリラっぷりに驚いた読者は多かったぜ。呪術廻戦は呪術の戦いのはずなのにどうしてこうゴリラばっかりなんだ。彼女の使う黒鳥操術はカラスを自在に操り、カラスと自身の視界を共有することができる術式だぜ。また視界に映る光景をモニターの画面に映し出し、他人に見せることも可能だぜ。あまり戦闘の役に立たない能力であり、本人もそれを弱いと自覚しているぜ。そのため主に索敵や偵察に使用しているぜ。ちなみに大量のカラスの視覚を共有するにはウイウイ曰く、集中力がいる作業とのことだぜ。戦闘には役に立たないけど、便利な術式よね。呪術廻戦の登場人物は索敵に長けてる術師がかなり少ないぜ。メイメイを省けば索敵に長けてる術師はパンダ、伏黒、西宮ぐらいだぜ。また、メイメイはカラスを大量に操れるので索敵範囲がパンダ、伏黒、西宮とは比較にならないほど広範囲だぜ。それゆえにメイメイは戦闘以外にも重宝されることがあるようで、交流会編でも生徒たちの感染用に使われていたぜ。また、五条と宿儺の頂上決戦もメイメイのカラスによって戦いの様子が中継されていたぜ。ほんと便利な術式ね。バードストライク。術式なしで戦えるように鍛えた身体能力や呪力による肉体強化に限界を感じたメイメイが再び自らの術式の弱さと向き合うことで編み出した黒鳥操術の真骨頂だぜ。カラスに自死を強制させる縛りを課すことでその代価として本来微弱である動物、カラスの呪力制限を消し去り、相手に体当たりさせるぜ。その威力は特級呪霊の胴体に大穴を開けるほどで、防ぐことができた人間は五条悟を除いて存在しないらしいぜ。この技を使うとカラスが死ぬというデメリットがあるけど、それでも奇襲にはうってつけの技ね。総括すると彼女は主戦度な人物だぜ。良くも悪くも金のために動く人物で、金集めをゲーム感覚で楽しんでる変わり者だぜ。そうね。
ということで命名の解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。